さあ今日は簡単大人バレエのジゼルのペザントの第2バリエーションを今日は解説していきたいと思います。そうですね、前回がジゼルの ペザントの第1バリエーションだったんですけども、普通はグランパドゥドゥで、アダージを2人で踊って、バリエーションを男の人女の人踊ってコーダでもう1回一緒に踊るっていうのが普通の流れなんですけども、このペザントに関してはですね、なぜかバリエーションが2つあるということなので、アダージオ、男の人と同じ女性と、2人で踊るのを踊って、男性バリエーション、女性バリエーション、男性バリエーション、コーダみたいな感じで、あ、女性バリエーションもあったのかな？まあ、でもそれは置いといて、なんか2回やってからコーダっていう、なんかちょっと変わった感じになってます。その第2バリエーションを今日は解説していきたいと思います。で、これもちょっと踊りが得意な人の上手な、一番上手な踊り子の踊りなんで、ちょっと余裕を持って、一番上手なんですっていう貴族の人たちに見せる踊りなので、ちょっと余裕を持った踊りができるといいかなと思います。では早速見ていきましょうかね。この辺でいいかな。ソーテーカプリオール、ソーテーカプリオール、ソーテーカプリオール、アラベスクで3セット。ソーテとアラベスクの、ソーテアラベスクのカプリオールの前を3セットやっていくんですけども、これはまあ、最初に言った通り、ちょっと軽めに打っている、飛んでいる感じで余裕を持った感じが欲しいので、ソーテを軽く飛んで、カプリオールも軽く飛ぶんですが、ソーテのアラベスクの方がちょっと軽いジャンプの方にして、カプリオールをしっかり打つような感じで、しっかり飛ぶ感じにすると、メリハリがちょっと出て綺麗に見えます。そうですね。両方とも飛びすぎたり、両方とも小さすぎると、ちょっと抑揚に欠けるので、ちょっとはっきり見えなくなっちゃうので、軽く飛んでしっかり飛ぶ、軽く飛んでしっかり飛ぶ、みたいな感じでやった方が綺麗に見えますので、ちょっと強弱をつける感じでやってみてください。で、ちょっとソッテのアラベスクで前に行く感じで、カプリオールでちょっと後ろっていう風に、上体をちょっと前と後ろ、前と後ろっていう風に揺らしている感じがあると、自分でしっかり踊って余裕があるような感じに見えてくるので、これをちょっと持ちながら3セットやってみてください。そしてアラベスクでジャンって、これ結構はっきりしていますので、しっかりアラベスク突き刺して立つっていう風に少し止まる感じがあるといいです。レーザーズからのアントルダスはふわっと飛ぶ感じが欲しいので、飛ぶのは頑張って一番高いところに飛ぶようにできればいいんですが、あまりバシンって飛ぶ感じっていうよりは、ちょっとふわーっと飛ぶ感じなんで、少し軽く飛んでるのをちょっと大きくするような感じで、イメージでやってください。で、そのままシュースでどうですかっていうのをアピールしてから、飛んで、3セットかな。トンベクッペソーテシャーセフェテアティチュードっていうのが3セット、右と左と右かな？ん？右と左と右だね。3セットやってください。で、ソーテじゃトンベクッペで最初ポーズしてアラベスクで止まってるところから反対の進む方に顔をつけて、体も一緒にこっちに向きを変えてから、そーってするときにもう一回今の向いてた方に戻すっていう風に、体の向きをしっかり反対戻す、シャーセでもう一回進む方の反対に向かって、フェッテアチチュードでしっかり振り向いてくるっていう、ちょっと体の向きをちょっとはっきりさせた方が綺麗に見えます。ただでもパッと行く感じではなくて、これも少し体と顔と手が一緒に動いてる感じが欲しいので、少し体の向きをしっかり向けているという感じの方で大丈夫だと思いますので、あんまりバッパッパッという風に激しく動かなくても全然大丈夫です。ただ、フェッテの
トンベクペソーテからのシャースのフェイテルジャンプのところは結構クンと早く向いた方が自分のジャンプも飛びやすくて、振り返った時の顔もつけやすくなりますので、ここは後ろから前にしっかり振り向いていくのを、3セットやってください。反対の時もね、向きを変えて、ソーテの時戻して、シャースでもう一回進む方に向きを変えて、後ろから前に振り向く感じのフェイテルの足をして、3セットやってください。で、出世をしてから、そのまま最後かな。出世で、ジャンプですね。そうですね。ジャンプでアチチュードアッサンブレ、アチチュードアッサンブレ、アチチュードアッサンブレ、カトル、シュースで、続けていくんですけども、シュースからだから、左から3セットやって、3セット目にカトルっていう風にいきますね。で、飛んでる時に足を入れ替える感じで、後ろの足を前に持っていくんですけども、あんまりね、これは簡単にやってるので、すごく前に出す感じとか、後ろ足をパッと上げる感じではなく、上で足を本当に入れ替える感じの方でいいので、足が手術の形よりちょっと前に出るような感じで、後ろの足を持ってきてほしいです。で、こちら下の足はちゃんと伸ばさなきゃいけないので、しっかり伸びた足で、出して、アチチュードは軽く曲げたところ、曲げすぎちゃうと良くないので、軽く曲げたところで飛んでいって、アッサンブレはしっかり足を揃えて集めるっていうのを、右と左と交互にやって3回やって、カトルは横から打てるようにしっかりして出す。で、もう一回同じように2セット今度は最後して、ピルエットは落ち着いて4番でしっかり2回ふんふんって打って、これ後ろに下ろすのでちゃんと回らないと、降りにくいと思いますので、しっかり左足降りて右足後ろスライドさせて、ポージャンってお客さんでドーっていうパージのポーズをとっておしまいにしてください。そうやると多分綺麗に見えると思います。